じゃあこんにちは。さあちょっと気は早いですが、はい、今年も FA の時期は必ずやってきます。気が早くないよ。もういいですか。ああやっぱり準備しとかないと。そうですね。いやそりゃそうよ。それは、チームの方がってことですか。チームの方も選手も動向を見て、はい、早い者勝ちっていうところもあるからな。手を挙げるのそうなんですね。いや FA します。はい、早い方がいいところもあるし、戦況を見つめながら最後に手を挙げるっていう手もあるし、はい、でも先手必勝というじゃん、はい、やっぱり早い方がいい、ね、そこら辺の動きっていうのは牽制しつつみんな選手ってやっぱりあると思うよ。この選手が動くんだったら、あ俺を取ってくれるかなと。ありましたね。まあいろいろあるよ。やっぱ例えばオリックスでいうと森友哉選手を来るんだったら、はい、じゃあ伏見選手手を挙げますとか、はいはい、そういう選手たちの駆け引きもある、駆け引きもありましたし、あとやっぱ近年でいうとやっぱり近藤選手の争奪戦もありましたし、はい、あと山崎福也投手が、はい、あれヤクルト行くんじゃないかなって、もうクブクリ行くかなと思ったら、日本ハムの、まあ、福也と話をしたら、はい、すごい誠意を感じたっていうんですかね。ああそうだったんですね、うん、なので、まあ、他のチームも、うんまあ、それなりの、ね、誠意は見せてくれたけども、はい、だから日本ハムって会うたんびにこう引かれていったっていうんだよね、うん、だから、まあ、そういう面ではその交渉上手というか、はいまあ、そういうところもあったんだろうなと思う、うん、というわけで、まあ、今年もやっぱり、はい大物選手たち、気になる選手たちが、まあ、FA のこの権利を取得というところなんで、はい、今回はですね、豊さんに、まあ、今権利を持っている選手たちの数ある中から、はい、ちょっとこう注目選手を挙げていただきたいと思います。ざっと先に言う。そうですね、はいまあ、豊さんがチェックをした選手というのが、まずは巨人大城選手、それから高梨投手、はい、他にももちろん例えば小林選手だったりいるんですけれども、はい、巨人だったら豊さんはこの2名というところです、はい、中日が大野雄大投手と松葉投手、はい、続いてはソフトバンクが甲斐選手、キャッチャーですね。これ三角にしてるはず、ね、そうです、三角になってます、ねはいはい、それからカープが九里投手、はい、そして阪神が梅野捕手と坂本捕手、あと大山選手、はい、でロッテが唐川投手と西野投手、はい、で DeNA が佐野選手と、はい、こういった選手たちを豊さんはちょっとチェックというかピックアップされてます、はい、まずいきましょう、はい高梨投手ですね。 B ランクなんですけれども気になった、はい、ジャイアンツの、ジャイアンツのです。いや今年は存在価値出したね。出しましたね。そうですね。それとああいう変則っていうのは各球団1枚絶対欲しい投手なんだよ、はい、だからそういう意味では手を挙げたら、うん、いやうちに来てくれっていうような、うんB ランクでしょ。 B です、 B です、はい、だから取りやすいしな。そうですよね、だから手を挙げるとどっかが接触してくるはずだよ、うん、ただ巨人側としても貴重な左だから、それはもちろんそう、それはもちろんそう、それももちろんね、契約、ねまあ、年俸とか、まあそうだね、年数も、はいうん、いいものを出してくるのか、はい、どうです、手を挙げてどこのチームとか欲しがるんですかね。左、まあ、仮に DeNA っていうのが左はいるけども坂本だけなんだよ今、はい、そしたら高梨みたいなピッチャーがいると便利だなっていうふうには思うよね。あ、なるほど。ただファームでこういう高梨みたいなのを育ててる可能性もあるし、はい、だからそれはちょっとわからないけども、でもいてくれたら DeNA なんか助かるよね。あとヤクルトとか、まあ、ヤクルトっていうのは香山っていうのを取ってるんだけども、はい、まあうまくなかなかな投げる機会もなくて、はい、まあそれはもちろん欲しいよね。あやっぱり左の1枚っていうのはどこも欲しい、だからオーソドックスなピッチャー結構いるんだけども、うん、例えば宮西とかね、日本ハムの、あ、はい、もう年を取ってもあそこまで投げれてるっていうこと、うん、高梨も大体そういうタイプだよ、うん、で宮西よりも高梨の方が意外と変則だから、あ、そうなんですか。だからまあちょっといやらしいよね。あ、そうなんですね、うん、だから価値はある、価値はある、はい、そしてやっぱり大城選手、大城な、今年の起用のされ方、あと先日はねちょっとファーストでそうそう、まあ、菅野に怒られたから出ちゃうかも本当にもう嫌だとか言って、先輩にいじめられたとか言って出ちゃうかも、出ちゃうかも分かんない、珍しいけどな、ああいう公開説教みたいなのがねびっくりしました。なあ、うん、お前行けよ、ね、取れよみたいな、前のものだろうと思い切ってやってくれよみたいな、まあそれだけやっぱりね大事な試合だったから、はい、まあ、菅野もね、うん、気持ちが入ってたんだと思うけど、そうですね、まあだけど大城がどういうキャリアを踏んでいきたいかだよね、うん、
まあ、巨人にずっといれば間違いないと思うんだよ、はい、まあ、例えばその阿部監督もキャッチャーでも使うしファーストでも使うしみたいな、うん、そう大城の生かし方っていうのをしていくと思うんだけども、仮に、まあ、中日に行くとしたら、はい、キャッチャー1本決定、まあ、そうだもう任したよみたいな、うんうん、まあ、いうことになる可能性もあるしね。本人がもうキャッチャーで絶対1本でやりたいのか、はいはい、それともファーストでもいいから巨人でやりたいのか、うん、ファーストと、まあ、あのキャッチャーと兼用というか、そう、ね、兼用というか、うん、まあ、だけど大城のあのバッティングをね、うん、巨人がキャッチャーという以外でバッティングって考えると必要だしな、はい、ですよね。あ、だから多分こう引き止めるというか、はい、まあ、そういうことはするだろうと思うけどね。あとは例えば条件として自分は何試合以上出たいですとか、キャッチャーとして、はい、それを交渉条件に入れてくるってことは、うん、鬱陶しいなそれはあなたの実力だよって。まあそうですね。でも金は出すけどそこは言わないでくれって。そしたらじゃあ他もちょっと聞いてもいいですかって。あ、じゃあそれは聞いてくれって。そうか、うん、でも来年も、まあね、もちろん阿部監督で行かれるとなると、まあまあね、岸田選手が正捕手になってくるっていう。いや、岸田もいいキャッチャーだからな、うん、それはまあピッチャーによって、まあ、エースを受けてるわけだから戸郷っていう、うん、まあ、そこら辺がその大城のプライドを抑えてくれてるといいけどな、はい、そうですよね。そこがどういうふうに考えるか。でもいや、なんで戸郷だけなのみたいな、うん、まあ、なっちゃうと、まあ、他にも受けてるけど、はい、まあ、残るような気がするけどな、俺は。もし手を挙げればもちろんね、中日とかも欲しいと思うでしょうし。だから接触は来るよ。来るですよね、うん、その他のチームも一応交渉ということに手を挙げるチームもありそうですか。いや、あると思う、うん、例えばヤクルトって今中村選手、まあ、ソフトバンクでも、え、でも、あ、まあ、だから甲斐選手さんが。いやいや、そうじゃない、甲斐がいても、はい、いても、まあ、海野選手だとちょっとまだって感じ、うん、バッティングの方がなっていう感じがするよね、うんうん。あとヤクルトもやっぱ中村選手がいなくなってしまうと、今松本選手とかかぶったりあるんですけど、弱いのかな。内山とかいるし、うん、そうか、まあ、だけど大城っていうね、うん、こともあり得るよね。そうですよね、やっぱり接触してくるチームはあると。ある、はい、さあ中日大野雄大投手です、はい、A ランクなんですけれども、はいはい、ちょっと取りづらいけども、やっぱこう今年は怪我明けで調整しながらっていうふうに考えると、フルに働いたシーズンだとどうなるのかなっていうのは見てみたいっていうのはある、うん。だから力もやっぱ前線よりは落ちてるんだろうけども、例えば途中までノーヒットノーランやってみたりだとかさ、はい、ずっとゼロで抑えたりだとか、うん、力は残ってると思うんだよね、うん。だから、まあ、これは大野次第だけども、はい、もう1年間何も使わずに中日で実績を残して FA する可能性だってあるし、契約としてじゃあ1年契約っていうことを提示してっていうことですよね、大野投手の方から。まあそうだね、うん、まあ、それか、まあ、中日の方が複数年でっていうふうに言って、うん、まあ、それはね、大野の、まあ、満足するぐらいの、うん、説得できるぐらいの金額を出せれば、うん、スッと残ると思うけどね。あとやっぱ去年の大野投手がその記者との取材かなんかの時に、やっぱりそのコーチだったりとか首脳陣も考え方を大きく変えないとみたいな発言をされたのがあったので、例えば誰が監督とか誰がコーチ陣になるのかによって大野投手は手を挙げる手を挙げないとか、そういうのはあるんですか。まあなくはないけどな、うん、それは上司を自分で選べるわけではないし、はい、で選ぶとすればもちろん FA でね、うん、他の球団が取ってくれるのを待つしかないし、はい、だからこれはね、でもね、難しいところで、うん、選手はやっぱ言ったとしても、うん、自分がしっかりしたものを出さないと、うん、その言葉に説得力はないよ。確かにそうです、うん、だからそれはもう二の次の問題として、うん、俺個人的にはその残ってしっかりした数字を残して FA するんだったらしてほしいなと思う、うん、そうだから1年勝負でやってほしいなっていうような感じですね。宇高さん的には1年契約をして、うん、でも1年契約というともう危険な年だからな。そうなんです、あの88年世代なのであのマー君とか。そうだな、そうなんですよ、ちょっと危険なシーズンなので。そうですね、複数年してくれるっていうんだったら飛びついたら飛びついた方がいいあの逆に大野雄大投手を手を挙げたら期待チームっていうのはありそうですか。いや、欲しいところはあると思う、見てみたいところ。ただやっぱり金額によるよな、うん、そうですね、まあ、あの A ランクだから今年 A ランクだし今年の実績をね、はい、まあ、考えると
ちょっと見てみたいっていうところはあるけども、うん、金額をそのためには抑えられるかなっていう、それだったらすんなり同じチームに残って、うん、バックをバンテリンっていう球場で、まあ、投げた方がいいのかなとは思うけどね、うん、で同じく中日からは松葉投手左の先発ですけれども、はい、C ランクです。そうだね、はい、まあ、C ランクだし取りやすいと思うし、はい、でね、ゲームはしっかり作ってくれると思うんだよ、はい、でそんなのどちらからない、うん、山崎幸也よりはちょっと落ちるけど、はい、まあ、取ってみても C ランクだったらいいかなみたいな、うん、そうですよね、いつも5回で降りてたんですけど、今年は残業してくれるっていうふうに言われてるので6回7回と残業も短いけどもうちょっと残業しろよみたいな、はい、もうなんか気持ちが切れるんだろうね、どっかで多分もう疲れちゃったみたいな、うん、5回やったみたいな、帰りますもうそれじゃ困るけどさ今年でもいいですよ、ね、でも C ランクだったら取る可能性はある、十分ありますよね、あるある、で今年は本当にすごく、まあ、自身もいい成績できてると思うので、そうなると今一番売り時なのかなと思う、まあそうだね、はい、思うのでどこが取りますか、いや、それは取るって他のチーム結構、うん、心配しなくていいどいや、どっか取る、いや、でも左でしょ、はい、左ってやっぱある程度貴重だからさ、うん、だからヤクルトだってそうですね、まあ、1枚いてくれるといいかなみたいな、はい、C ランクだしって思ってるよ、うん、だからランクがあってこれが A だったら絶対取らない、はい、やっぱりリスクを伴うから、うん、でも C だから、はい、まあ、ある程度ね、はい、取りやすいっていうところもあって、うん、どっか動くんじゃないかと思う。あと豊さん、チェックはつけてないかったんですけれども、例えば木下選手だったりとか、はい、高橋周平選手も FA 取得ということで、なんで俺チェックしてないか知ってるか、なんでです、話しにくいからだよお前ほんといらんこと突っ込んできたな、いやこの前なんて、ね、大城がいるでしょ、海外いるでしょ、うんうん、そしたら木野田君なるか、そうですね、でしょ、そうです、ね、多分そこは危険なんだよ、2人とも MA しないって言ったって、はい、打てるキャッチャー、そうです、守るキャッチャーじゃないんだよ、はい、そうだ、いやそしたらちょっと厳しい、厳しい、周平選手、周辺はもうちょっとね、やっぱ1年間レギュラーとしての安定感が欲しいな、あ、じゃあ豊さん的にはちょっとチェックから外れたっていうのはそこなんですか、うん、だから手を挙げても取るところはないと、あ、厳しいか、でそのソフトバンクの甲斐選手は三角にしました、はい、豊さん、いやだからこれ手を挙げたら面白いなって、どんなことになるのかなっていうのがある、これ甲斐に手を挙げたらどんなことになりそうですか、いやもう絶対接触はしてくるよね、これなぜかというと、やっぱり優勝何回も経験してるじゃん、はい、だからそういう経験値を買うという、うん、だから甲斐なんかはもう争奪戦になる可能性があった、なりますよね、そうなるとそれはもう他に生かしたくないっていうこともある、まあ、もうソフトバンクはそうですね、甲斐選手はいろんなデータが頭に入ってるでしょうし、まあ、そうですね、うん、いやだから俺も動かないだろうなと思いながらの三角だった、あ、なるほど、じゃあ動かない可能性がちょっと強いかなっていう、例えば何十億、うん、ね、何年で何十億って契約を他の球団が出すとしたら、はい、ソフトバンクがそれよりもそれプラスいくらっていうのを出してくると思う、でしょうね、だから彼が FA で手を挙げたいと、うん、いや手を挙げていいと、うん、その代わり条件がある、はい、いくら提示されたか教えてくれると、うん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 、ね、それは素直に、そしたらそれより上は出すよって、ソフトバンク出しますよね、いやそりゃ甲斐はいるよ、あとその甲斐選手の次のキャッチャーっていうのがなかなか育ってきてないっていうのもどうですか、いやだからでも梅野とか坂本とか大城とか、はいはい、あキャッチャーがいるでしょ、はい、いやあげろあげろみたいないやこっちは安く済むみたいな危険性もなくはないっていう、なくはないっていうことだけども、はい、だから選定必勝が俺は大事かなって、そうですね、ここはちょっと本当キャッチャーの動向っていうのは気になりますね、そうだな、はい、続いてはカープです、はい、カープの栗投手、はい、B ランクですけれども豊さんチェックしてます、うんうん、栗投手してますか、まあ、出るんじゃないかなと思うけど、なんかイメージ的に雰囲気的にっていう、いやイメージ的にはやっぱ勝ちたいと思うんだよ栗は、うん、でやっぱ援護点が少ないの、はい、やっぱピッチャーってさ他力本願で打ってくれなきゃ勝てないっていうところがあるでしょ、うん、だからやっぱ打ってくれる方が給料も上がりやすい、そうですね、うん、まあ、そういうところで FA するんじゃないかなっていう感じがする、うん、
もちろん栗投手なので、いやピッチャーだからどこでもやっぱ取りたいと思ってるはずだ。そうですね、うん、だとするとこれ大瀬良投手にチェックがついてないのはこれは大瀬良はねスカウトの涙が今でも思い出されて大瀬良を日当てた時に、はい、もうガッツポーズして田村だったかなあれ、うんうん、スカウト、はい、もう泣き崩れてみたいな、うん、もうずっと大瀬良を追っててみたいな、はい、ああいう戦いきさつがあるから、はい、大瀬良自体も動けないのかなっていう。あ、なんか恩というか情があるし、まあ、大瀬良も広島には行きたかったと思うしね、はい、だからそういうものがあって大瀬良だったら広島も残るって言ったら複数年契約でそれなりの扱いはしてくれると思うんだよ、うんうんうん、だからそれで十分だっていうような、うん、大瀬良の性格がそこにあるんじゃないかな。残りそうっていうことですよ ね、 そ う、 ね。でそうなってくるとまだお金が回せるかなって、栗が満足できるんだけど、はい、そしたら僕出ますよっていう感じかなっていう、うん、ああそれ、まあ、内部事情の金銭的なこともあってね、あってっていうことなんですね。そうですよね、だから堂林選手だったり野間選手とかもあの FA 取得なのでそういったとそうお金がかかるんですよね。出てくれって言っても出ていかないからねいてほしい選手たちなので絶対に、まあね、はい、そうそう、ね、そうですね。そして阪神です、はい、阪神は豊さんチェックしているのが梅野選手、坂本選手、そして大山選手です。梅野選手なあ、うん、だから坂本との兼ね合いがあるかなっていう、坂本も梅野の兼ね合いがあるかなって、お互いに例えば梅野が3年契約、はい、坂本が4年契約、え、なんで俺が1年少ないのってならんか、あの意識はしますよね。そうだよな、うん、だからそういう意識の中でどっちかはなんか出ていくような、そんな感じがする。阪神ファンが今って声聞こえた、まあ、ただ優勝したらわからんな。優勝したらわからない、今年ですか、連覇したら、それはで日本シリーズ出たらわからんかなと思う。難しいな、ここら辺の2人は。そうですね、同じキャッチャーが、ね、同じ年にその FA 権取得っていうのもありますし ね、 あ、 ね、あとはまあ条件とかいろいろでしょうね。相手にどのぐらいの条件を出していくのかとかさ、うんうん、じゃあ手を挙げてちょっと他のを聞きたいと、はい、そしたら他の条件が良かったら、うん、いやじゃあもうこっち来ますみたいな、うん、そうなると思う。ですよね、でやっぱキャッチャーはやっぱりどこのチームも欲しいっていう、ああいてもらった方がありがたいね。そうですよね。あと大山選手もチェックつけました、まあ、一説によると、うん、関東の人間だから、うん、関東の方に来るんじゃないかとか、はい、まあ、そういうふうなことは言われてるけどね、うん、どうやろう。関東って言ったら、まあ、まず巨人、まあ、巨人ヤクルト、ヤクルト、まあ、でもヤクルトはオスナいるんでファースト、まあね、はい、ロッテ、DeNA、西武、この辺りですね。まあまあ茨城だから仙台も近いな、うん、仙台、まあまあまあちょっと上にちょっと足伸ばせば、まあ、いやどうやろうな、うん、阪神に残りそうな気もするんですけ ど、 どいや大山は残って真面目にやって阪神の監督を最終的にやる、うん、がいいのかなと思う。そこの路線まで考えて、うん、やっぱ人柄だとか、はい、ドラフト1位だし、いろんなことを含めたらいける選手だし、はい、その方がいいのかなとは思うけども、でもこっち帰ってきてやりたいっていうんだったらそれもよし、うん、まあ、取ってくれるところはあるだろう。そうですよね。プラスアルファその関東以外の球団でも手を挙げたとして、もちろん接触というか欲しいっていう球団は多分多いですよね、手を挙げたら。まあそうだろうな、うん、まあ、それはあると思う。ですよね。いやだから阪神はあのその他今年あと糸原選手だったり原口選手なんかも可能なので、阪神ファンは時々ですね、まあ、でも糸原は残るな、うんうん、糸原もどちらかというと幹部候補生だよ、うん、よく我慢しながらよく頑張ってる、代打として今頑張ってますね。で原口も人柄とか、はい、いろんなこと考えると幹部候補生だよ、うんうん、ああそうですね。さあロッテ、豊さんは唐川投手と西野投手チェックつけましたけれども、はい、唐川は俺使えると思うんだよ。そうですよね、ああ、うん、今年やっぱ先発に戻ってきて、はい、投球見たけど、うん、あ、この選手は使える、まだまだ使えると思う。
C ランクです。 C ランク、こう手を挙げたら争奪戦だと出ますかね、カラカー投手が。もうロッテに、いや俺は条件によっては出ると思う。出ますか、うん、でさらに手を挙げたら来る球団もいっぱいある。いっぱいいる。どこが欲しいですか？ C ランクだろ。はい、どこが、はい、全球団が取っておきたいっていう選手。あ、そうなんですね。いや、そのぐらいの力を秘めてると。じゃあ手を挙げる可能性もなくはない。なくはない、うん、あと西野投手ですけれども、うん、まあ、西野もね、実力者だし、はい、まあ、球団の扱いだよね、うんうん、それによってはもう簡単に出ると思う。そうですね。いや、西野だって取るところなんかいっぱいあると思う、うん、B ランク、はい、ただロッテもやっぱりこの、ね、2投手がいなくなってしまうのは、いや、ほら大変だよ、ね、大変なので、そこは引き止めに入らない。いや、それはもちろんそうだよ。なりますよね、うん、でも引き止めるにはやっぱそれなりの金がいるよ。そうですね。いや、人気があるって、この2人は絶対。そうか、そうか、うん、俺だったらカラカワを絶対取り、手挙げたら豊さんはそういう風に指示出しますか？出すよ。カラカワとかクリとか、はい、西野とか、はい、もう絶対つばつけたで、あ、なるんですね、やっぱり、うん、じゃああとは手を挙げてっていう風に他球団は願ってるってことですよね。だからもう新聞で一発書かせればいい。カラカワが手を挙げたら取りにくい。これタンパリングにならないでしょ。ならないですね。ならないでしょ。なんか情報が出ちゃったみたいな感じにすればいいですか？いや、魅力がある選手だみたいなさ、もう先手必勝。そうそうそう、手挙げてっていう。あ、そうか、そういう手もあるんですね、うん、いや、だから、うん、カラカワなんかは本当に C ランクだしな、はい、なんかすごく取りやすい選手、ね、うん、さあ最後です、はい、DeNA、はい、佐野選手。そうだな、はい、まあ、筒香がね入ってきて、はい、で佐野がもう本当に危機感を持って、うん、打ち出したけども、まあ、球団っていろんな方針があってさ、はい、まあ、ドラフト1で取った渡辺を育てるとか、はい、まあ、いろんなことがあるし、うん、梶原育ってきた、はい、で筒香がいる、はい、桑原がいる、はい、エビナがいる、はい、そうなってくると佐野はどうなんだろう。でも佐野の実力の方が全然上だけどもさ、うん、はい、でもやっぱり育てなきゃいけない。そのためには環境を与えなきゃいけない、うん、環境を与えたら使わなきゃいけないってなってくると、うん、出番を削られるっていうのは梶原を削るわけにはいかない、はい、じゃあセンター守れるかって守れない、はい、そしたらエビナと桑原とか関根とか、はい、そうですね、まあ、そういう人間をここで使わなきゃいけない、うん、そしたら筒香がいる、はい、で、これ筒香との競争にもなってくる、うん、で、渡来、はい、使わなきゃいけない、はい、そうなってくると、あれ危ないの俺かみたいな。でなってきますよね。なるよな、はい、まあ、そうなってくるとちょっとワンチャン FA で話聞きまひょうかみたいな、うん、そうですね、yeah、確かにレフト確約してくれるところ。そうやな。で、広陵でしょ。あ、そうなんですね。広島取りまへんか言うて。ああ、そうなのか。まあ、そうですね、正解とってもいいじゃろうって私はわしやったら言うて広陵やけん急に達川さんが拒否したと思いました。そうか、まあ、レフトだと今末兼選手だったりとか、だってものすごい重宝されるよ広島だったら。ああ、地元だから。違う、打てるじゃん。あ、まあ、まあ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 、そうですね。そのまま4番打ってもいいぐらいだよ。カーブいきますかね。いや、だからカーブが取るんだったらね。はい、そうか。どうするんだろう、この辺の駆け引き。そしたら DeNA が、いや、残ってくれと、うん、それは誠意は見せるよな。もちろんそれはありますよね。でも他の宮崎が残るときとか、うん、はい、お金は分かってるから山崎康成とか、はい、そのぐらい佐野に提示できるかどうか。そうか、金額分かっちゃってますもんね、契約年数と、うん、そうですね。6年契約だいたいあそこは。あ、複数年好きですよね、うん、6年で1年3億3,618でインセンティブつけて20億出したら残ると思う。球団は果たしてじゃあ20億とかつけるぐらいのことをするかしないか、そこですかね。まあ、例えば、まあ、筒香を取るためにお金を用意した、うん、で、オースティン、はい、で来季どうするのか、また契約するのかしないのか、はい、まあ、これも大きな問題だけど、いわゆるそのファーストっていう位置でもそうですし、うん、あとはファーストでフォードも取ってるんですよね。そうなんです。フォードはお前破壊しれないぐらいの飛距離を飛ばしてる、うん、そうですよね。下で活躍してます。もう原田って横須賀から、ね、うん、横浜スタジアムに届きそうなの打ったそんなもうあれ本当にあるみたいな
そうフォードもいるので、うん、ってなるとやっぱり自分がどういう扱われ方をこの数年でされるかっていうことも、うん、踏まえますね。だからここら辺はすごく面白い動きをすると思う。大変だろうけどな。そうですね、あの豊さんがね、あの今日名前を挙げた選手だけではなく本当に他いろんな選手が今年いっぱいいるよな。そうなんです、あの挙げたらキリがないぐらいいらっしゃって、もちろん中には動いてくる選手たちっていうのもいるかもしれないので、まあ、目が離せないんだよ、はい、今年もだからこっちも早くこうやっとかないと。あ、動画で。そうよそうですね、ほらほうよ、ほらほうよ、そうですよね。まだまだあの FA まで、まあ、ちょっと時期ありますので、はい、またねちょっとあの近づいてきたら、まあ、そうだな、もう一回、まあ、いろんな情報がね、はい、去年か加藤か日本ハム、ああ加藤がポロ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 言ってくれるんだよね正直なんだ、花さんの要は残ると思いますよみたいなありがたいそうそうそう言ってくれたみたいな、そうそうそう、そういう情報もねポロッとあるかもしれないので、皆さんもぜひあのコメント欄で、はい、この選手動きそうとか、この選手動いたらうち欲しいとか、いやーうちのこの選手動かないよとか、そういった皆さんのコメントもありましたら、ぜひチャンネル登録とともに一緒にコメントの方も書いていただけると嬉しいです、はいはい。